おはようございます。西田太郎です。えー、っと、5月の6日かな。今日は5月6日っていうことでいかがお過ごしでしょうか。一応ゴールニック明けっていう感じですよね。今日がお休みの方だと10連休になるということで、また明日から土日ですもんね。なので、僕自身もね、ちょっとこう、ちょっと1回。 えっと、作業集中したくて、今日ね、ホテル、ホテルで作業しているっていう状態ですね。で、えっ、ー、と、今日なんですけども、こちらのサブチャンネルとメインチャンネルは西田塾っていうところでね、写真家になるためには、みたいな感じで動画出そうかなと思ってます。この後収録する予定ですっていうところで、えっ、ー、と、今日ね、また最近にわかに、えっ、ー、と、キャノンの新製品の情報が、情報というか、まあ、ほんと噂レベルだと思うんですよね。えっ、ー、と、噂は製品開発したいな っってていうのがあったととしても流行り不安この2点のコンボで、えーと、やりたくてもやれない。まあ、仮に出しますよって言ったところで、えー、結局、部材とかがなくて作れなければ、ね、僕らも悲しいですよね。あの僕も実際、今これ、α7-4 で収録してるんですけれども、FE の 14mm、F2.8 で収録してる。ですが、本来だったらもうね、す、え、で、ー、に FE-PZ、パワーズームの 1635F4 っていうね、コンパクトで、えー、軽いレンズが、 G レンズね、本当は発売されてる予定だったのが、えっ、ー、と、夏に延期。ソニーも2470の F2.8 の第3ゲも夏。発表はしたけど、夏に延期っていうことで、まあ、事実上、えっ、ー、と、作りますよと。こっちは作る気満々ですよって言っても、えー、作れないですっていう、えっ、ー、と、部品がありませんみたいな、そんな感じになっちゃってるので、キャノン自体もね、なかなか、本当はこれやりたいんだけどなっていう、なので僕らは空想上で楽しみましょうっていうお話です。パンケーキレンズ。 いよいよ。僕らもパンケーキ RF で欲しいよねって結構、キャノンユーザーのね、R システムのユーザーの皆様とはかなり言っていたんですが、結構面白い情報で、これは、えー、と取り上げようと思いました。RF の20、え、RF2040mmF4STM のパンケーキですって。えっ、ー、と、ちょっと意味がわかんないですよね。20mm40mm、mm、要はズームレンズでパンケーキっていう。どんな立て付けになるだろう。パンケーキっていうと、 ef の40ミリってありますよ、ね、えっ、ー、とめちゃくちゃ薄くてまあ 1cm ぐらいかなイメージ的には 1cm ぐらいの薄さでえっ、ー、とパンケーキですよまさに本当軽くてね 90g だったかなか 110g だったかっていうまあ 100g 前後なんですよとにかくねまあ,あ EF で 100g パンケーキを歌うのであれば 100g 前後だったわけだからえっ、ー、とあのー RF で歌うにも絶対に 100g なはずなんですよね。そこに20から40の2倍ズームを入れてきていると。20mm、24mm、28mm、35mm、40mm これ結構スナップシューターにとってみたら、えっ、ー、と、一番美味しい画角のレンズになりますよね。最近では 40mm もめちゃくちゃ流行ってますから。えー、GR3X とかね。<laughs> なので、えーと、ニコンの 40mm、Z レンズの 40mm とかもコンパクトで流行ってますよね。なので、ただね、 2040、2040 20の F4STM だとすると、STM だと多分 Y 曲ですよね。ここの周辺が、えっ、ー、と、ぐにゃりとなるはずだから、めちゃくちゃ気にはなるんですけれども、うんと、まあ当初、僕の場合、キャプチャーワンユーザー、いつも言うようにレンズの Y 曲出差はおそらくゴリゴリに捨ててある。 えー、レンズになるのではないかなっていうところなんですよね。なので、いかに早く歪曲、ぐにゃりと歪曲する、相当 20mm でパンケーキでコンパクトだったら、多分ね、RF の 16mmF2.8 みたいにぐっちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃというかね、思いっきり魚眼レンズですかぐらい歪曲するはずなんですよね。<laughs> なので、それをレンズプロファイルが早く来てくれないと困るっていう風な立て付けになるかなっていうね、多分めちゃくちゃ魅力的な レンズになるのは間違いないとは想定し得るんですが、僕の用途としては常にレンズプロファイル、ローデータで撮影する人間からするとね、えー、っとカメラマッチングプロファイルとレンズプロファイル、この2点が Capture One、えー、対応しているかどうかっていう、ここが全てになってきて、ついつい、えー、レンズプロファイルなり、もうデフォルトでね、例えば l i カ a の、ここに今ちょうど l i カ a があるんですけども、こういったコンパクトなレンズだったとしても、 まあ、基本的なね、やっぱりフィルムカメラとかで撮影するのを想定されて作られているレンズに関しては、フィルムカメラと当たり前ですけど、Y 極周差なんつうのは、えーと、補正できないわけですよね。もちろん、フィルムをデータ化して Y 極を補正するとか、フォトショップでね、はできますけれども、基本的に一発で撮ってある程度、逆光の色周、えーえー、と樽型の、ね、Y 極周差とかは撮っておかないと、一発で本当にそれがマスター,マスターデータ、 といいうフィルムににおいては、ね、非常に重要な要素になるわのですよ、ね、どうしても、えー、と僕がだんだんとラ「ライカライカ」とかって言い始めてるのは、うん、ライカのレンズとかもそうなんですけども軽,い軽く、えー、と使えるシステムっていうのももちろんあるんですがどうしてもねここなんですよねあのローデータを扱う人間からすると一発で撮って完成度の高いというか糸巻き仕草さとかね結構それの、えー、こう。 まっすぐなものが歪曲してしまうと、それを補正するすべてなかなか難しいんですよ。もです、純粋に手間ですしね。まあもちろんね、ファッーな感じで、うんと人を撮ったりとかスナップしてわざとの歪みを楽しむっていうのであればいいんですけども、ここはちゃんとまっすぐしたものとして見せたいとか。 えー、そういったときにはねその不可逆と言いますかま、えー、っすぐなものを例えばちょっと歪ませるとかそういった表現とかはある程度可能だと思うんですけども歪んだ樽型にこう遠曲で歪んだものをパシッとまっすぐさせるっていうのはね、えー、と結構きついっていうかねそういった感じなので僕としてはねどうしても、えー、とフィルムで仮に撮ったとしてもこの感覚ですねフィルムで撮ったとしてもあくまでももう一発でねちゃんと映っているレンズそしてできれば コンパクトで軽いレンズっていうところになるので、まあむしろ EF レンズっていうもの自体は基本的に大きく、まあ重いもの重かったりするんですけれども EF レンズでフィルム時代も使われてたレンズなわけですよね。何度も言います通りフィルムになりますとやっぱり あのー、もう撮った瞬間からまっすぐなものをまっすぐにしようと努力していたレンズのはずなので周辺光量とか多少落ちたとしてもね周辺光量はもうね最悪ビネットでちょっと補正すれば何ら問題ないので OK ですが現代のねシグマやソニーキヤノンとかもそうなんですけども廉価なレンズね小さくて軽くて安いレンズに関しては基本的にはもう Y 極収差を捨ててるんですよねタル型特にまっすぐなものが広角域で ま、えー、っすぐなものがこ,うグニャリとこれをカメラ側で補正したりとかっていうところで JPEG だったりとかまあムービーでもロゴを撮るのではなくまあ MP4 っていいますかえっ、ー、とまあ422の。 ビット今僕は420の8ビットで撮ってますけれども要は JPEG の羅列みたいな形なのでカメラ内でねあの Y 曲とかは補正かけられるんですよなのでカメラ内で補正かけるという前提のユーザーがほとんどっていうことでだったら安く軽く小さくするために樽型とか、えー、望遠域だとこう糸巻き型とかねまっすぐのものがこうなってしまう糸巻き型の収差とかは、えー、もう許容しようと。 こういったレンズ作りになっているので、もう一度ね、カメラメーカーは原点回帰して、小さいけど、ここ結構ね、あの、ローで撮らない人だと全然ここの痛みがわからないので、カメラが、カメラメーカーがもう捨てがちだと思うんですけども、まあほんとライカじゃないですけれども、まあ、まあ100万円は以上だったとしても、例えばこれ、 あのライカのアポズミクロン m 5 0ミリとかですともう 300g でこんな小さいわけですよ小さいにもかかわらずさっき言ったまっすぐなものピシッとまっすぐ Y 極がほとんどなくっていうねこういった製品を多少高くてもいいから小さくて良いレンズえっ、ー、と修差も Y 極もそして周辺光量周辺光量は多少落ちてもしょうがないとなのでこの辺をね頑張って、えー、なんとかキヤノンにも作ってほしいなので 非常にね、RF2040F4STM の噂、ワクワクするんですが、もう見た瞬間に、ああ、Y 曲ひどいんだろうな、ってね、Y 曲忠差ですよね。タル型出るのかな、っていうふうに考えちゃって、えー、レンズプロファイル対応するのかな、っていうふうにすぐ考えてしまう位置、ね、一、え、ね、ー、写真ユーザーっていう感じであります。ここの感じ、特に写真のライトユーザーだったら何ら問題ないんですけども、ヘビーユーザーね、特に写真だけで、えー、スチールを 取ワチワチっていくぞっていう人にとってみたらやはりここのねレンズプロファイル命みたいなところになってきますから本当にレンズプロファイルないとね今の本当小さく軽いレンズは使い物にならないレベルになってるのでここは非常に価格、えー、カメラメーカーさんでなんとか頑張ってほしいなと思っております。というところで今日も「SCARE」お過ごしください西田とでしたどうも。